早くテンパンないかなと思ってると、松賀さんのリーチ。で、これはね、押す価値が全然ないよね。松賀さんに立ち向かっていっても、羽番上がんないと僕トップになんないのに、羽番にはさ、ほとんどならない手だから、もうこれは松賀さんに打って着順落ちるリスクの方がでかいので、はい、さよならということで、ペタペタ降りるよ、渋川くんが始まります。ペタ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 降りていると、 まあ、流局してね。これは、ゆうスさん、こんばんは。まあ、ペタペタ降りてね、流局、流局、頼むよ、流局、流局、流局、頼むよ、頼むよ、まあ、流局だね。うん、流局、流局。流局です。と思ってたらね、ここでね、松賀さんが、グリグリっとやって、叩きつけたんですはいよこの四30ミリ切ってる、ウーアンを。高くね <laughs> かくねえかだ <laughs> って自分で切ってるさ振りンのドカめを積もっちゃダメでしょそんなの。うん、というねメンタンピン積も3色赤赤ドラという、うん、もう。 点数数えるまでもなく倍満は余裕であるだろうなっていう、半数数えなくても倍もあるだろうなっていう倍万が強いま鬼監督名前出てますけど。うん、あ渋の悲しむ感じでメンバーになりました。ありがとチャンネル登録、高評価、できればメンバーストークよろしくお願いします。うん、なんだこれあと。とんでもねえって出てきたなと。もう悲しみしかなかったっすね、これは。うん、まあ なぜ松ヶ瀬さんがトップになったのかはわからないもう一瞬の出来事だったから覚えてないんだけどなぜ松ヶ瀬さんがトップなのかあんまり覚えてないけどとりあえず2着は取れたという感じでしたねはいなぜ松ヶ瀬さんがダントツになったのかあんまり覚えてないな僕の記憶では何三曲まで松ヶ瀬さん展望全然なかったはずなんだけどないつの間にこんなことになったのか、うん、ナイス2着ナイス2着ですはい、うん なぜこんなことになったのかはあんまり覚えてないですけど。